まあとりあえず青柳大役くんもすごい悲しい曲で、今日3本1番しか歌ってないけど、青柳大役くんは最後パックリ食べられて死んでしまうっていう歌やねんて。死んでた、あれはお前魂が飛んでっとんねん。栄養に言うた、あれは衝撃的、小学校の、小学校ちゃう、幼稚園の私にしたら衝撃的な事実でね。で、その私は B 面の曲を、10個でも1号。